へへ、私おかしなこと言っちゃったみたい。じゃあもう行くね、翔吾くん、バイバイ。
てみて。マグロ、心が共鳴したってことだろ。どこかの知らない人とこうやってつながれるって素敵だね。よかったな、ミフちゃん。よかったね、ミフ。たくさんの人たちとつながりたいな。そうなるよ、きっと。なれるっす。うん、そうだね。何かあったら手伝うからね。よし、頑張れミフ。うん、みんなありがとう。本当に大切なものは目に見えないって言うけど、本当に大切なものに出会った時、目に見えた気がするんだね。私、本当に見えたもん。ミフったら、またおかしなこと言って。これからウミナイシの観察に行くね。もうすぐ咲きそうなんだ。レポートにするんだ。バイバイ。バイバイ。気をつけてね、ミフ。熱い魂と魂は無敵っす。どんな障害も超えるっす。思いは求め合い、やがて巡り合うっす。心は舞い上がり、空を飛んでいけるっす。気合が入ってるな。頑張れよ。頑張る？さあ、何のことだか。小さなことにいちいち動揺したりしないものっす。芦田島大花火大会は今度の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。やっぱり女の子は花なんだ。よし、花だ花だ、花を買おう。店長、花について教えてほしいっす。
まあね。どうかな。いや、まさかね。そうか。なんだよ、ショウ。気持ち悪いな。見てきたんだよ。すっごく可愛かったの。こんな風に空から降ってくるものをいっぱい受け止めるみたいに。あの感じがね、アレンジでとっても使いやすいの。グリーンの次にオアシスに刺せば他の花材もいい感じだよ。黄色の小花だったらミモザもいいかな。小さな黄色なの。オミナイシは、そうだな、あ、そうだ、線香花火の2番目の燃え方の頃が近いかな。うん、シュワシュワの前の状態だね。シュバシュバババの時だよ。茎の伸び方が似てるよ。つまりシュが茎でバがお花だよ。うん、そんな感じ。私またおかしなこと言ってた？でへ、あのね、ショウゴくん、さっきカフェで私が言ってたこともおかしかったのかな、やっぱり。本当に大切なものは目に見えないっていうの知ってる？見えたよ。イエンモックスさんの返事を見たとき、そう感じたもん。本当に大切なものは目に見えないって言うけど、本当に大切なものに出会ったとき、目に見えた気がするよ。でも、それっておかしいのかな？